はい、皆様ご無沙汰しております。ホロニガでございます。こんにちは。ずっとね、ちょっとまあ夜中にですね、撮影ができないということでですね、ちょっとこう撮影してなかったんですけども、久しぶりの撮影をしたいなと思いましたのがですね、あの選手がですね収録されたからでございます。それがですねこちらでございます。はい、タイムスリップ阿部慎之助選手ですね。去年もね収録されたんですけど、今回のキャッチャーマスクがアメフトマスクっていうんですかね、特徴的な阿部慎之助マスクをかぶった状態で収録されましたんで、まあこのマスクをした時の阿部選手っていうのは本当最強キャッチャーだったわけですよね。はい、まあ、守備ももちろんね当時できてたわけですし、まあ、バッティングももうすごかった、3割4分打って打点と首位打者だったのかな、まあすごい活躍をしたんですよね。で、まあ、この阿部選手がこのマスクをかぶっている時は本当ジャイアンツ強かったんですけど、まあ、だんだん首が負担かかってきて、このマスクもねかぶれなくなって、でキャッチャーもできなくなって、で、まあ、今のちょっとこう巨人の低迷があるということでね、この阿部選手手に入れるっていうのは、まあ、ジャイアンツファンとしてはちょっとこう昔懐かしいなって感じなんでね、ぜひともね手に入れていきたいなというふうに思ったわけでございます。で、今回イベントを、やっていきましてですね、 S ランク契約書手に入ったんで、こちら開けていきたいとね思うんですけれども、これですね、はい、開けていきたいと思ってます。で、もしダメだった場合もですよね、次3回目のねスカウト待ってますんで、まあ、S ランク確定なんで、そっちもね行きたいなと思っておりますので、まあ、なんとかね、ただエナジーちょっと厳しいんで、なんとかここで当てたい。さあ、ホームランで逆転サヨナラのチャンス、さあ来い。カモン阿部慎之助、登場曲はセプテンバル。カモン阿部慎之助、クリスマスで怪我しがち。カモン阿部慎之助、はい、というわけですね、まあ、手に入ってしまった。手に入ったね。ああ、とっといてよかった。はい、というわけで久々にね収録いたしましたら、まあ、ジャイアンツの阿部選手が手に入ったということでですね、まあ、今回これで少しこういい感じになりましたんで、そうですね、いい機会なんでちょっとねちょこちょこ撮影も復帰できたらいいななんていうふうに思っております。まあね、本当にまあ、今プロスピがどうなってるのかというのは今ちょっと本当わかんない、あんま情報が入ってない状況なんですけども、まあ皆さんにねまたちょこちょこっとね見ていただければありがたいなと思って頑張っていきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。で、まあチャンネル自体ちょこちょこね動画上げたいなと思っているのでですね、なんかまあいろいろなものができたらいいなと思ってますので、どうぞ温かい目でお付き合いいただければと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。